こんにちは、私斉藤雅也と申します。新潟県新発田市というところでソフト会社の経営者をやってます。ひらがなコンピューティングって言うんですね。変な名前でしょ。すると同時に2017年にこの更年病という本を出しました。更年病何なのって聞かれるんですが、糖尿病ですね。糖尿病なんです。私1992年からですから25、6年もうちょっとか、ずっと糖尿病をやってました。それで2015年、私眼底網膜症でお前目レーザーで新生血管っていうのをこう焼いてインスリンの治療を始めないと失明するよって言われたんですね、医者にね。それでいやどうしてもそれ納得いかないと、じゃあもし失明したら死んでやるって思ってね。それでそのつもりになって食事をなんとか変えて、それによって自分自身の健康を取り戻そうと思ったんですね。それから始めました。もうたくさんの書物を読んで、本を読んで勉強を始めました。で結局分かったことは何かというと、自分の体ってのは大事なもんだと、他人任せになんかするんだよと。医者ってのは確かに大事な方々だし、医療の体系ってのは素晴らしいもんだけれども、しかしちょっとそんな人たちだけに任せるのおかしいよと。だってお医者さんだって勉強してお医者さんになったわけで、生まれた時はお医者さんじゃないんだから、俺だって勉強せなんとかなんだろうって言って、まあどのぐらい本読んだかはようわかりません。とにかくたくさん読みましたね。そのうち時間あったら冊数数えようかと思いますけども、 2,3 行読んでやめてるような本もあります。こんな本意味がねえみたいな感じだね。で今生活習慣病っていうのが大変問題になってますよね。糖尿病も生活習慣病の一つをやってますが、それについての、研究というかいろいろと考えてきたんですね。で私それで2015年から18年、今2018年ですから3年スタディですね、勉強を続けまして、こんなことに気がついたんですね。医学が今まで勝利してきた病気ってどんな病気なのっていうと、結核やコレラ、ペストやジプシリア、梅毒、つまり外敵が体内に来て、それに対してその外敵を排除する、殺す、動けなくする、寄りつかせなくするというような病気ですね。だからつまり敵が一種類だから薬も一種類、どんな人間にでも一種類で効く、そうですね。これは感染症の特徴ですね。で欠乏症、もう一個ありました。ビタミン B1 とかビタミン C っていう人間の体の中で作れないもの、なおかつ短期間で、症状が出て投与したらすぐ治るもの、つまり因果関係のはっきりしている欠乏症ですね。この2つには勝ってきたけれども、医学が手も足も出ない病気として生活習慣病っていうのはどん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 増えてきました。死ぬ前の10年間がうんと苦しい病気です。だからターゲットとしては60、70から始まっていく病気です。もちろんがんとか、今日お話しする病気なんてのは若い人もいっぱいになるわけなんだけれども、原則として一緒ですね。はい、じゃあこっち行きましょうね。それでその生活習慣病ってのを分類してみました、僕ね。動脈静脈の病気ってのはまず1個あるだろうと。で動脈静脈ってのは何かっていうと、大きい血管があって、血管の中が3層に分かれてるんですね、血管ってね。それでその3層に分かれてる血管が、あらまあ、まあ詳しくは前々回を見てみてください。あ、ありました失礼。血管っていうのは3層に分かれていて、この3層が脈動します。ドッキンコドッキンコとね、ドッキンコドッキンコと65億回脈動します。そうするとこの血管の内皮細胞と筋組織の間がうまくくっついてなくて切れちゃう。そしたらそこにコレステロールとかが助けに来てくれるんだけど、それが邪魔かえって治らなくて、このまま血管が詰まったりする。これがね、大血管の病気ね。これね、動脈静脈の病。毛細血管っていうのは今日お話をする中にちょっとずつ出てきますんで、
毛細血管っていうのはどういう血管なのかというと、外と内とがしっかりと分かれてるんですね。血管っていうのは栄養を通さなきゃいけないんだけれども、ここで見ていただくと分かるように、このタイプですね、血管の内側と外側がしっかりと穴がなくて、血管の細胞の中を通って外に出ていかなきゃいけないタイプの細胞ですね。こういう血管のところで起こるのが毛細血管になります。そして免疫の生活習慣病、これは前回やりました。がんとかなんかですね、これは免疫っていうのが本来だとがんになったか細胞を壊さなきゃいけないのに壊せなくなってる病気で、上、これは今非常に問題が大きくなってるんですね。っていうのは、これ一見してみると病気に見えないんですよ。例えば肩痛い、腰痛い、ね、どこそこが凝ってる、どこ行きますね、針灸、それから接骨院、それからもみ屋さん行くでしょ。そういうところに行って揉んでもらうと、ああ良くなったなと思って帰ってくるね。ところが揉んでもらって良くなったと思って帰ってきたと思っても、また明日行かなきゃいけないね。みんな運動しろ運動しろって言われてるから、そういう中で一生懸命やってるから大変なわけだね。つまり慢性的な、炎症っていうふうに僕は考えてますね。アトピーや皮膚炎や関節炎、痛風、糖尿病、うつ病、この辺まで全部このコミュニケーションの病の中に入ってくるんですね。はい、じゃあそれでちょっとこっち見ましょう。コミュニケーションの病っていうのはどういうふうな問題があるのかというと、バセダイ氏病、橋本病、糖尿病、これね、こちらは甲状腺が、肥大する、甲状腺が大きくなりすぎる、こっちは甲状腺が死んでいく、糖尿病、これは膵臓が死んでいく、それで、体のいろんな細胞にこういうことやれよっていうような、お願いや指示や命令を出すんだけれども、それを出せなくなっていくね、もしくはそれを受け取れなくなるんだけど、これが不足になるよと。つまりコミュニケーションですよね。で、次こっち、膠原病、アトピー、皮膚炎、関節炎、うつ病などの精神疾患、痛風ね、これ非常に今多くなってますね。糖尿病との兄弟病だって言われてます。性骨粗鬆症やリウマチ、これ自己免疫疾患を抑える以外に治療法はないですね。症状は大体共通するんだけど、原因が特定できてないです。さっき私話したように、医学が勝利してきた病気っていうのは原因が特定できて、それを抑えればなんとかなるよっていうやつが、か医学が勝利してきたんですね。だからこれは全くそれが特定できない、もしくは非常に複雑に絡み合ってる、ここを抑えてもあっちが出てくる、あっちを抑えればこっちが出てくる、こういう問題がいっぱい出てくるから治療のしようがないということですね。ということで、ちょっと今日はこの2つのコミュニケーションの病というのをお話しして、そしてじゃあそれに対して僕はどういうふうに考えているのかっていうことをお話しさせていただこうと思いますね。ちょっと待ってね。はい、言ってもこれを剥がすだけでさっき一生懸命描いてた絵が出てきますね。はい、私たちの体、食事をしますね。はい、ね、食事をすると、その食べたものは胃で消化されて、十二指腸でカスタマイズされて、小腸で吸収されます。はい、もちろん脂質が入っていきますね。それと、糖質ね、ブドウ糖だね、ブドウ糖も入っていきますね。こうやってね、ブドウ糖も入っていきます。それでね、こういうふうに入っていきます。で、脂質はコレステロールに変換されたりしますね、ブドウ糖ね。おお、今入っていくぞーって感じでね、こう入っていきますね。そして一つ一つの細胞はこの栄養素を取り込むことによってさまざまなことをやりますね。肝臓では、コレステロール、脂質からコレステロールを作ったり、またその逆に脂質とタンパク質からコレステロールを、まゆちゃんが泣いてますね、やったりってことをいたしますね。これ大変幸せな、流れですね。このまま進んでれば何でも問題がないんです。ところが、いろいろな問題が起こってくるんですね。その問題ってのは何かというと、こういう細胞が
がんになってしまったりします。ね、がんになって、がんになってこれがまたどん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 増えてって、まあ体がに大変なダメージを与える、時には命さえも失ってしまいますけどね。で、がんになったりするね。それと、外から悪いやつが来る、ウイルスとかなんかですね、風邪のウイルスや、それだけじゃないですね、ここに書いてありますね、結核やコレラ、ペスト、ジフテリアっていうものが入ってきますね。で、そういう時のために私たちは何を、どういうシステムを持ってるかっていうと、免疫っていうシステムを持ってますね。免疫のシステムってのはどういうものかというと、例えば筋食細胞っていうね、こういう、病原菌とかなんか来た時にガブガブと食べちゃいましたね、いますね。それと、もちろんこれだけじゃないですね、こういうふうにガスッとこうやっつけるやつね、直接にやっつける、キラ細胞とか、まあ、いろんな呼び名はあるんですけれども、免疫の形態っていうのがあるわけですね。つまりそれが悪いやつっていうか、自分にとって邪魔なものを壊すべきものを壊すんですね。それでこののやるときに、むやみやたらに何でもいいから動いちゃ困るから、実は抗体っていうね、おい免疫これ壊しいいぞっていうマークがつくんです。これ壊しいいぞっていうマークね、がんについても壊しいいぞっていうマークがつきます。がんについては、免疫療法っていうのがこの間から、正式な療法として認められましたね。これ何かというと、がんがすり抜けていくっていう、つまりがんとして体の中で暴れ出すっていうのは何かっていうと、この抗体をちゃんと作れないんじゃないのっていうことで、もういくつか臨床のレベルでは行われてますね。抗体を作る、抗体によく似たものをどん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 体に提供すると、それでがんが小さくなるんで、みたいなことですね。で、この抗体っていうのが出てくると何が起こるかっていうと、よっしゃーつって、これが壊しに行くんですね。よっしゃーやった壊しに行くぜつって壊しに行くね。まあそんなことはねえと思うんだけど、この人たちは別に自分の体を守るために頑張ってるわけでも何でもない。これ壊せよっていうマークがついてると、それに対して化学反応を起こして、化学反応を起こして、単純に壊してるだけなの。んで、この人が壊れてしまって生命活動が停止すると、筋食細胞ってのが来て、バクバクバクと食べてあげる。で、この筋食細胞っていうのは、リンパ管っていうところを通って、ガラーッとまたバラバラにされて、また新しくできていくね。だからドズンってこうやってね、こうやって。ね、だからこの間言った免疫の病っていうことで、がんがすり抜けるっていうのはそういうことですね。大変ないろんなことが起こりますね。で、膠原病。あんまり聞いたことない人も多いんですよね。まあそんなに本が出てませんね。そんなには本が出てません。膠原病ね。これってね。僕もあんまりピンと来てなかったんです。自分は糖尿病だから、膠原病とかなんかってのはどういう病気なのかってよくわかんないですね。こういうね。骨粗鬆症とかアトピーなんかも、それなんですね。ステロイドっていう特効薬とかなんかがあるから。だから、あ、なんか糖尿病とすごくよく似てるなっていうふうにね、感じますね。で、膠原病っていうのはどういうふうにして起こるのかっていうことをいろいろと考えていって、こういうの、これね、うつ病とかも膠原病、生活習慣病だっていうふうに言ってますね。生活習慣病っていうのはつまり何かっていうと、食事によって治さないとダメよっていうことを医学が認めてるんですね。自分たちは症状を治められるけれども、それ以上のことできねえよってことを言ってるんですよ。それが、生活習慣病って言葉だと思ってますね。で、まず、痛風、ね、痛風、それから、リウマチっていう、骨の部分の病気ね。これ、関節部分に、免疫が攻撃をかけてしまうんですね。本当はそんなことやっちゃいけないのに、関節のところに溜まってる何らかの物質に対して、
あ、これ敵だって思い込んじゃって、さっきこうやって悪い人を攻撃にしに行ったこの人たちが集まっていくんですね、ここね、どん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 とね。同じことが皮膚で起こるとアトピーになります。そうですね、アトピーとかこういった、痛風だとかリュウマチだとかそういった病気っていうのはみんなこうここで起こってますね。なんでね、なんでっていうのがここで出てくるんですね。それでさまざまな研究がなされていますけれども、基本的になんでっていうのは現象がなぜ起こるのかっていうことを解き明かさないとダメでしょ。ところがなんでっていうとき、ここに例えば尿酸が溜まるよと、だからプリン体が多いからじゃねえのと、なんで尿酸が集まるのと。だから僕らでしょ、痛風の人たちってのは血液検査して尿酸値高いから尿酸値を下げればここに尿酸集まらないから攻撃されないだろうというふうに考えて尿酸値を下げる薬を飲む。下げる薬はある。でも尿酸っていうものは、何にも、外から来た毒でも何でもない、体の中で作られるわけですから、そんなものをそんな風に食べる中からやめてったってしょうがないね。それで僕はなんでっていうのをいろいろと考えていって、生化学の本とかなんかいろいろと読んでみたり、さまざまな本を読んでみると、どうもその組織ですね、人間の体っていうのはさっきこういうふうに話したように食べ物を食べると全部同じ濃度になるんですよ、基本的に。これ免疫とかなんかももちろん歩くし、こういうバイ菌も歩くけど、全部同じ濃度になっていく。ところが例えばある組織の中ではある特定の物質だけはいっぱい入ってこなきゃいけないと、で特定の物質は外に出さなきゃいけないっていう組織特異性っていうのが出てくるんですね。それでいろんなことが問題が起こってくるんじゃないかなってことを考えたんです。つまり組織をきつく分けてるのね。僕らはビニール袋とかなんかで分けるけれども、体の中ってのは細胞しかないですから、細胞はタイトジャンクションつってこうきつく結びついて中と外を分けなきゃいけない。じゃあ中と外を分けたら中に大事なものはどうやって入れるの、どうやって外に出すのっていうことが出てくるわけですね。そうするとここに中と外を出入りさせる人たちがいないとダメでしょ、これね。ああお前大事だから入っていい、お前大事だから入っていい、でもお前は入っちゃダメ、お前は入っちゃダメ、でもこの人は入っていいね。コレステロールはこの間もちょっと話しましたけども、特定の器官、特定の組織に対して重要な脂質を運ぶためのコンテナですね。それで中に入ってこう、お前入っていい、ダメ入っていい、ダメダメ、そうやって組織特異性のある臓器としては膵臓ね、僕のもう壊れちゃってる膵臓かわいいかわいい膵臓ね、これなんかもう組織の中に例えば、亜鉛が多くなきゃダメだよとかね、そういうことをいろいろと言う人がいる。だから亜鉛を飲みなさいって言うんだけど、亜鉛をこうやっていっぱい飲んだところでこの中に亜鉛が入っていけなかったらダメでしょ。だから基本的になんか欠乏症起こってる時にそれを飲むっていうのはあまり意味がない。同じように、はい、こっちね、甲状腺ですね。甲状腺もそう、甲状腺の中にいっぱいヨードが入るとバセドウ氏病になるねってことを言われてる。だから医者は何言うかというと、海藻食うなっていうね、血液の中のヨードの濃度を減らせって言うんだけど、ちょっと短絡的でしょね大事なのはこの組織的な組織の境界を超えて入れるこのゲートが問題なのね。このゲートが壊れちゃってるから溶度が入りすぎる、溶度が出すぎる、溶度がこの中で維持されない、だから病気が起こる。橋本病とかのこのさまざまな病気ってのはみんなそれね、
はい、脳も同じです。脳も実はこれタイトジャンクションと言われて、脳の中ってのは非常に重要だから、外としっかりと区別されてるのね。でもその中にまた中に入っていくよね。それによって何か問題が起こってるねってことが分かってきますね。で、僕はこれを長期的な欠乏症と呼んでます。つまりビタミン C だとか B1 だとかっていうのは長期的な欠乏症じゃないんです。短期的に何か一つのものが足りないからこれが起こるって分かるのね。だからこれは長期的であって、例えば他のところでは必要だけどここでは必要ないっていうものは足りなくなったり、それを入れることができなくなったりするってことでしょ。体ってのはさ、一番最初にお話したようにご飯食べて体の中ってのはみんな同じ濃度になりますから、組織組織でちゃんとそれを区分して中に入れるってことをできなきゃダメなのね。ところがそれができなくなってしまうんですね。例えば骨ってあるでしょ、骨粗鬆症ね。骨粗鬆症っていうと一昔前はビタミン、カルシウムが足りないっていうことになってたね。それでやがてカルシウムだけじゃないねと、カルシウム足りないってみんなカルシウム飲んだでしょ。ところが効かないわけだよ。でどうしたって言うと、なんだろうって言ったらビタミン D ね、これが足りねえんだ。今度言い出したね。でビタミン D 足りねえってことだって、よしみんなビタミン D 飲めって飲み出した。ビタミン D 飲んでる、カルシウム飲んでるけども、まだ全然治りはしない、治りはしないっていうか、少なくともその恐怖からは逃げ出せない。この間びっくりしたね。ある牛乳メーカーが、実はこれ2つカルシウムとビタミン B だけじゃなくて、なんとかかんとかっていう物質が足りないから骨粗鬆症になるんですって言ってるね。大笑いだよね。これも勉強してください。少し勉強すれば分かります。骨ってのは1年半からもうちょっと長い期間の中で、全部入れ替わります。私たちの骨ってのはね、これも知らない方も多いんだけど、どういう風なプロセスでやられるかっていうと、ここにまず骨を溶かす細胞がくっついてずーっと溶かすんです、骨をね。もちろんガボンって溶かしてしまったらこれ大変だから、スカスカになるように溶かしていきますね。で溶かしていくと何が、カルシウムが外に出ていきますね。で俺ここ溶かしたよっていうことを教えるわけです。こうね、俺ここ溶かしたよってね、マークするはずです。そうすると今度は臓骨細胞ね、骨を作る細胞が後を追っかけてって、ずーっとこれ骨を作っていくのね。このプロセスの中で骨っていうのは再生してってるわけでしょ。じゃあここ溶かしましたよっていうマークがうまく入ってなかったらどうする？そうすると溶かしたままできないでしょ。このマークと同じだよね。このマーク何でやってるかって、タンパク質です。おそらくこれもタンパク質が長期的に致命的に欠損してるから、こういったコミュニケーションのプロセスっていうのができなくなってる。俺これやったよ、だからやってねっていうふうにバトンを渡したつもりなのに、そのバトンがちゃんとしたバトンじゃない。受け取った人はここねここねって言ったらそこに骨なんかない。骨作ったってしょうがない。リュウマチについての写真っていうのを見ると分かりますけれども、いらないところにいっぱい骨が出て指が変な形になってたりするのね。こういった細胞のレベルでさまざまな問題が起こるねっていうことを最初に言い出した人ね、ポーリング博士っていう方ですね。僕大好きですこの人ね。ポーリング博士ね、ノーベル賞2回もらってるんです。それで幸せな死に方、幸せな終わり、研究者の終わり方したかって、そんなことないですね。彼はメガビタミンつって、ビタミン C をいっぱい飲めば癌が消えるよってことを今度提唱し始めて、それでそれが結局医学の中では検証されなくって、やっぱあいつバカだったんだねっていうふうにね、いや、本当に不愉快だよな。そんな、頑張ってる人もどうしてそんなふうに言うんだよ。僕は本の中でもボーリング博士のことを書いてます。サプリメントね、それと
苦しんでる人を助けようと思って頑張る人間をあざ笑うなってことだよな。ものすごくたくさんこれ膠原病についての本とかなんかも出てたりする。最近はこんな本がすごく多いです。分子レベルでの栄養学ですね。分子レベル、ごめんなさい、細胞レベルの、ね、栄養学っていうのを書いてる人たちが多く出てるのね。中には僕は意見が反対だって人もいっぱいいるけどね、自分の信念でこうだって言ってるのはいいことだよ。もしかしたら誰かにはそれが当たってるかもしれない。ただ残念なこと、この人たちも医学のメソッドに載ってるんです。これが正しいからこれを飲みなさい、これが正しいこれを食べなさいね、こういうのは食べちゃダメとか、そういう話ばっかりしてる。それはそれが聞く人には合うだろうけど、そうじゃない人間もいっぱいいるわけさ。ある人にとってはここの部分のサプリメント、ここの部分のタンパク質が足りないからダメな人、いい人もいるだろう。じゃあ誰かが決めてそれに従ってやれば治るよとか良くなるよっていう考え方は間違い。こういう人たちって僕大好きなんだけれども、いつも読んで、だいたい少し読んで、ああ、いいって読むのやめちゃうことが多いですね。ものすごくたくさんありますね。糖尿病の治療の薬なんかも、治療の本なんかも、そういうのは非常に多いですね。僕が一番大好きな方っていうのはね、丸本芳夫さんって方ですね。これね、全部丸本芳夫さんって方ね。僕は食事哲学の中の、巨人だと思ってます。僕が一生懸命考えてることっていうのは、この人の本を若い頃一生懸命読んだたおかげで、実際には、僕の中に来てますね。食事哲学のことはもうちょっと先行ったらお話ししますけれども、そもそも始まりっていうのは、この、石塚左源って方ね、福井の方です。今年福井の国体行ってきますけどもね、なんか運命みたいな感じますね。石塚左源って方から始まって、桜沢尿一さんね、これね、桜沢尿一さんっていう、マクロビオプティクスっていうのを系譜として作った人がいて、それからずーっといろんな形で派閥が分かれていきますね。で、今でもがんが消える食事っていう時に、今どっちかですね、マクロビオプティクス系か、どっちか系ですね。ただ、丸本芳夫さんは決定的に違うところは社会によって違うねと、それと食事で治そうってことを一生懸命言ってらっしゃる。僕も大好きね。僕もその立場です。で、今日の結論ですね。じゃあお前なんだよ、結論として何が言いたいのってことになりますね。はい、ずっと長く長く悩んで悩んで考えて考えてね、結局どこだろうっていうことをね、考えました。美味しさの栄養学。ね。他人の言葉に命を預けちゃダメだと。勉強しろと。それからもう一個、市場経済の食事。これ利益を優先してるから、それに頼ってはいけない。ね、つまり医者やこういう人たちっていうのは、サプリメントもこれ飲め、あれ飲め、ね、酵素を飲め、いろんなこと言うね。もちろん当たってる可能性もある。ね、だからそれが当たってるかどうかは自分で判断しろってこと。他人が言うから、他人が偉い人が言うから、それに命を預けるなと。ね、それで何が自分にとって足りないかっていうものは食べてみて美味しいって感じる、それしかねえよなっていうふうに考えています。僕がいつもいつもずーっと二十数年間言われてきたことってのは、あなたの生活の必要カロリーは1900キロキロカロリーですから、それ以上食べてはいけません。それで満足してくださいっていうのね。おかしいでしょ。満足かどうかは自分で決めなきゃいけない話でしょ。だから、満足かどうかは自分で決めろと。美味しさ。これ満足のと言ってもいいですね。満足をしながら、安心して食べてって、生活習慣病なんかで最後の10年を苦しまないような食事を自分で作れってことですね。その時に最後のこれ、嗜好品はほどほどに。実はですね、私大変勉強になったことがあります。僕は40年ぐらい前からお酒を飲み出して、
ずっとやめられませんでしたね。1週間以上やめたことは皆無でした。先月の20日からお酒をやめられた。また飲むけどな。人はなぜ依存症になるのかって、この本僕大好きなんですね。これお酒だとか、炭水化物の僕は依存症だと思ってます。食べた時にその人にしか感じられない喜びっていうものがある。体験した時にどうしてもそれがしたいしたいね。これ不倫とかなんかもそうですね。セーフティーでないセックスなんかもそう、その中に入りますね。でアルコールそうでしょ。それから覚醒剤、覚醒剤って言うとみんなが前に染めて何って言うけども、戦後ヒロポンって名前でちゃんと薬として売られてたんだから、私たちっていうのはそういったものに対して勝てないんですよ。嗜好品に対して。なぜかというと現実というとっても辛いものがあって、それに押しつぶされそうになった時にどうしても依存してしまう。はあ、そうだよな。だから平気で人のことを依存症だとかクソだとかバカだとかいうような奴らっていうのは何かというと、生活に余裕があって外車乗り回してそういう連中だよ。お金いっぱい持ってる人たち、お金持ってない僕みたいな人間っていうのは何かどうにかして今生き抜かなきゃないっていう時に依存症になるんだね。社会の歪みが依存症を生むのけども、そんなものに騙されて嗜好品を飲んで食べてたところで何も社会変わんない。現実に対して自分で立ち向かいましょうよ。これ一番僕大好きなこと。つまり生活習慣病ってのは嗜好品をいっぱい食べるために必要なタンパク質を取れなくなるんです。満足してしまうから、毎日のレベルでね。美味しさっていうの、本当の美味しさっていうのは嗜好品でないものの中を食べて、これで美味しいね、満足だねって感じることなんです。決して自然のもの、天然のものを食べるのが美味しさではないんですね。美味しさを感じられないっていうのは自分の感性がおかしくなってるからだとかいうね、とんでもね本もいっぱいありますけれども、それまたあれですよね、完全に責任を押し付けてますよね。僕大嫌い。ということで今日は生活習慣病ね、4種類の病気に分けましたけれども、基本的には全部一緒ね。体の中っていうのはそれぞれの部分部分で異なったもののニーズがあって、それをこういうふうに中に入れたり外に入れたりっていうするところで初めて成り立ってるのね。僕死ぬってのはどういうことなのかってなってのをよくいろいろと考えさせられました、このしばらくね。いろんな組織があります。それでこういう組織ってのは少しずつ少しずつ壊れてっていずれ動かなくなります。動かなくなります。これは当たり前なんです。いろんな組織が壊れた動かなくなっていくってことは、そして壊れて動かなくなっていくと体はだんだん言うことを聞かなくなっていきます。いいじゃないですかそれでね。ただしどっか一個だけドガーンって壊れちゃって苦しい思いしながら線つけ管つけて何十年も生きるのはごめんこむる。そのためには美味しいご飯を作って毎日食べようじゃないですか。僕の高年前のレシピというページ、ウェブサイトでは、ウェブサイトっていうか YouTube で毎日動画を出してます。500近く出てます。その中では毎日僕がどんな風に苦労してるか。食事作りは大変ですけども、やるだけの価値はある、そう思ってます。どうも。